マーク26連装発射機と SM-2MR ミサイルマーク 26GMLS はアメリカ合衆国が開発したミサイル発射機システム。発射機は連装で主として RIM-24 ターターや RIM-66 スタンダードといった中距離艦隊空ミサイルを発射するために用いられる。ターターシステムの重要なサブシステムとして r i m 二十四ターターや RIM-66、スタンダードといった中距離艦対空ミサイル、アスロック対戦ミサイルを発射することができる。二十四発を収容するモッド零、四十四発を収容するモッド一、六十四発を収容するモッド二がある。当初、マーク二十六 g m l s は、ターターシステムを改良したターター、D システムに対応して、 従来のマーク1 3 g m l s を大きく上回る、即応性、即射能力を備えた、新世代のミサイル発射装置として開発された。しかし、開発の遅延から、ターター D の初搭載艦であった、カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦には従来、通りのマーク1 3 g m l s が搭載されることとなった。その後、バージニア級原子力ミサイル巡洋艦より搭載を、 開始し、その戦闘システムを、スプルーアンス級駆逐艦の船体に搭載した、キット級ミサイル駆逐艦においても搭載された。また、より先進的な VLS として開発されていた、マーク4 1の開発遅延に伴い、新世代の防空システムである、イージスシステムの初搭載艦である、CG-47 タイコンデロガにも搭載され、その後、同級5番艦、 CG-51 トーマス S ゲーツまで採用されていた。一方で、モッドには搭載する予定だった原子力打撃巡用艦のキャンセルに伴い配備されることはなかった。しかし、より先進的で、速応性、高端性に優れ、また運用の柔軟性も増したマーク 41VLS の収益に伴い、タイコンデロガ96番艦、 CG-52 番カーヒル以後に建造された艦にマー二2 6が搭載されることはなかった。また、比較的大型であることから、イタリアや日本で建造されたターター、D システム搭載艦にはマーク1 3が採用された。現在、マー二2 6搭載艦は、アメリカ海軍においては全面的に退役しており、これを搭載したキット級ミサイル駆逐艦の輸出を、 受けた中華民国のみが運用を継続しているが、台湾海軍はこれをマーク41に完走することを検討している。アメリカ海軍中華民国海軍、ありがとうございます。